マイ・キラン・イパールは、ハンガリーの重機設計者。1902年に、ブタペストで、機械工学の学位を取得、そのまま女子として大学に残った。この時期に、予備役砲兵注意の資格を取得し、第一次世界大戦が勃発すると従軍して大尉に、昇進した。戦後ハンガリーを離れて、スイスのシグ・ノイハウゼンに雇用されたことから、設計者としてのキャリアが始まった。 シグノイハウゼイでは、シグケ等の軽機関銃、シグマクモ自動カービン等を開発した。1928年、ハンガリーにおける武器開発の規制が緩和されたのに伴い、ハンガリー向けの開発を開始したが、シグは、嫌いの開発した技術の流出を拒否した。このため、シグとの契約を継続したまま、ハンガリーに戻り、ダヌビア社に勤めることになった。 1929年には 9X19mm 弾を使用する自動式拳銃 KD ラヌビアを開発。20兆を製造して試験が行われた。ドイツが特に興味を示したものの折り足く、世界恐慌によって調達にはつながらなかった。1932年にはマズルブレーキを利用した自動装填式ライフルを開発。 1934年にはイタリアによる調査が行われたが調達にはつながらなかった。1939年、ハンガリー国防軍により採用が決定 39M 短期間銃となった。さらにレバー遅延式ブローバックを開発し、改良版の 43M 短期間銃も採用された。ついで 44M となる銃も開発していたが、これは未成に終わった。 1945年、ソビエト連邦の侵攻前に、スイスに逃れた後、1947年に、ドミニカ共和国へ移住。サンクリストバルカービンと、その派生型である、自動小銃 M3、自動カービン M1962 を開発したと、考えられている。シグケ7軽機関銃の前身、シグ MKMS 短機関銃のカービン版。この時期のデザインの一つに、 キライ・バファンと記されたものが残されている。1930年代は契約が継続していた。ABCDEFG マヌーアエス・ S、アウストロフンガリアン・ウェポンズ・デザイナーズアンド・ビルダーズ・バイグル・オフィス。2013年6月26日閲覧。キライクリーストバール・サブマシンガンズ・アンドマシン・ピストルズ。2013年6月26日閲覧。ありがとうございます。